さんこんにちは、まちぐるめ青森の鈴木里穂と GMU チーム G の島田美里です。今日は特別ゲストとして GMU の島田美里ちゃんをお呼びいたしました。皆さんこんにちは、よろしくお願いします。はい、さて今日美里ちゃんと撮るのは初めてになるんですけれども、今日は何をご紹介するのでしょう。はい、じゃーん、ホヤです。おお、やっぱり東北といったらこちらのホヤですよね。調理してくださるのはこちらの方です。どうぞ。はい、まちぐるめ直営店居酒屋わやわや店長の鈴木康さんです。よろしくお願いします。さあ店長、今日は何を作ってくださったんでしょうか。はい、こちらホヤのお刺身になります。おお、はい、皆さん見てください。丸ごと1個使われてるんですけれども、店長どの部位が美味しいとかありますか。はい、ホヤは普通に、身が大変美味しいということで、お酒を飲む方には重宝されてるんですけども、その中でも、まずあまり食べたことがない部位ですね。こちら茎の部分、こちらの茎の部分の方を、本日ぜひ召し上がっていただきたいなと思います。美里ちゃん、茎の部分って食べたことありますか。はい、初めて茎の部分があるって知りましたし、はい、食べるのは初めてですね。そうですよね、はい、あんまり茎ってこう一般的ではないような感じはするんですが、そこがおすすめということで今日は楽しみですね。はい、楽しみです。早速食べてみたいと思います。身がプルプルしてますね。はい、すごいです。いただきます。すごい美味しそうに食べてますね。美味しいです。みんなプリプリしててすごく新鮮です。はい、はい、そうなんですよね。ホヤってやっぱりこう新鮮さが重要な食べ物でありますね。うん、やっぱり身の部分と茎の部分っていうと食感が違うんですか、店長。そうですね、茎の部分になりますと、はい、すごくコリコリとした歯応えがありまして、はい、と味の方も、薄く、ホヤの味はするんですけども、そこまでホヤ感は出ないので、ホヤが苦手な方でも召し上がれると思います。美里ちゃん、身の部分はどうでしたか、今の食感としては。最初は甘くて、はい、後が噛んでくるとちょっと苦味があるんですけども、はい、そこもまた美味しいですね。はい、では茎の部分との食べ比べということで、はい、それで次は茎の部分を、はい、いただきます。はい、茎はどんな感じなんでしょうね。はい、こんな感じですね。なんか見た感じすごいちっちゃくカットはされてるんですけれども、あれみたいですね、あのアワビ、アワビみたいな感じに見えますけれども。そうですね、はい、へえ、楽しみ。じゃあ美里ちゃん早速、はい、食レポお願いします。はい、店長は身の部分と茎の部分って言ったらどっち好きなんですか。茎の部分が好きですね。やっぱりなんかあのコリコリして硬い感じが好きとか。とちゃん、どうですか。硬い。わあ、すごい。硬い。硬いです。まあ普段なかなか食べる人はいないと思うんですけども、はい、まあ、やっぱ漁師さんとか普通の方はこちらの茎の方が美味しい。皆さんおっしゃる。スルメみたいな、はい、あの感触なんですけど。はい。結構あの硬い感じが出て噛み切れないなっていうあたりが。はい、で味はどうですか。さ、うん、というか身の部分と茎の部分と。そうですね、身の方が味は伝わりやすいかもしれないんですけど、はい、こちらは噛めば噛むほど味が出てくるというか、スルメのような感じですね。歩きスルメみたいな感じの。はい、じゃあホヤのガツンとした苦味が好きな人はやっぱり身の部分がおすすめということですかね。うん、はい、そうですね、で苦手な方だとやっぱ、はい、苦手な方でも、はい、こちらは食べれると思います。はい、私なんですけれども、今ちょうど時期来てますので、ぜひ皆さん食べてみてください。どうもありがとうございました。